のでご紹介いたしましょう、はい、ラジオネームうにちびさんからです、はい、ありがとう、はい、暑い暑い暑い、帰ろうかな、学校笑いしてるんだ出場者の皆様、機内幼稚園のマリナ先生お疲れ様、うん、頑張ってということで、マリナ先生、マリナ先生頑張って、頑張ってますか、はい、聞いてる、うにちびさんから、はい、うにちびさんから来ているよはい、ありがとうございますということで、うん、あ、すごい、マサヤさん、はい、すごい、今ですね、13レース、はい、終了時点の、はい、終了時点の順位が出てるんだ、来てるんですけども、はいはい、1位お8レースで走った、うん、大気の船に乗った、キッチンダイニングトッキー、あ、すごい、これ昨年もそうじゃなかったですか、昨年2位だった、昨年2位、そうでした、今、いやいや、現在13レース終了時点で今1位ですよ、キッチンダイニングトキの皆さん、ただいま1位でございます。おめでとうございます。そして2位、はい、13レースを走りました、うふにしの船に乗った、はい、居酒屋シムの皆さんですよね、違う違う、異色屋シムです先ほど失礼いたしました、先ほど走った船だね、はい、異色屋シムの、皆さん2位ということで、すごいね、1分46秒台、はあ、さっきの時が1分44秒台44、うん、これぐらい出さないとやっぱり決勝まで上がり、そうなんだ、まあ、ちょっと難しいのかな、まあ、そしてね、まだまだ気になります第3位、はい、11レース残波の船に乗りました、沖縄タイムス、う、え、馬の会、馬の会の皆さん、馬の会、はい、1分47秒ということで今現在第3位でございます、はいはい、そしてまだいけるかな、うん、はい、第4位、6レースに、参加して大気の船に乗りました、はい、中上地区小学校体育研究会の皆さんですね、皆様、はい、さあまた後ほどねご紹介したいと思いますけども、はいはい、続いては第16レースでございますね、うん、第16レース、はい、ご紹介いたしましょう、さあ一斉にスタートいたしました、第16レースでございます、青の残波の船に乗りました、海空畑、はい、海空畑さん、役場の商工観光課、農業推進課、農業委員会、長浜川、土地改良区の混成チーム、すごいな、普段は海ではなく畑にいることが多いメンバーでございます、ね、すごいかわいいね、はい、いい、あ、いい動き、いいスタートですね、いいスタートしてるね、はい、続いて赤のうふにしでございます、はい、銭形平地、なるほど、なんか男だったらお金飛ばすんですねそうそうそう、はい、こちらですね、銭形平地、こちらはですね、はい、私たち銭形平地チームは読谷村教育委員会の職員で構成されています、完走を目指し頑張っていきたいと思います、うん、ということで、はい、銭形平地の皆さん頑張ってください教育長の名前をでしょなるほどとでしょ、教育長の名前をちょっともらってるんでしょこれそうかそうか、ねえ、面白い、はい、そんな私たち喋りながらうちのスタッフはかき氷なんか食べてるけど、いいっすねいや皆さんもぜひ本当にしながら、ちょっとびっくり、はい、さあ続いて、黄色の大気の船に乗ってます、うん、有限会社竹下土建、はい、はい、竹下土建さん、あ、今トップかな、トップで来てますね、はい、有限会社、竹下土建は、土木建設業で古芸に営業所を開設しております、はい、また営業所隣に剣道場を開設し地域の活性化に貢献しています、うん、ありますね、竹下土建さん、はい、やってますやってます、ね、いや日頃からも古建築に関するお仕事をされてるということで腕力はすごいですね、剣道だからね、具体すごいんだろう、いやいや武道も仕事も、あ、なんか迫力あるやっぱり、いやいや、ダントツの1位じゃないですか、有限会社竹下土建の皆さんが、はい、竹下土建の皆さんがもうまもなくゴール、はい、ゴールしました、はい、早い、これタイムが気になりますね、早いですよ、早かった、はい、そして2着、はい、もう間もなくゴールするのが、うん、青の残波の船に乗ってます、はい、海空バタテ、いつもは春沢で、ね、いや春沢の皆さんも強いですね、強いね、はい、だけども今はちょっと疲れたみたい、そうですね、もう少し諦めずに頑張ってこいでください、そしてラスト、ラストは、赤の海石の船に乗ってる銭形平次の皆さん、はい、銭形平次の皆さんももう間もなくゴールです、はい、お疲れ様でした、お疲れ様でございました、気になりますね、縦下土建の皆さん、いいタイムなんじゃないかなと思いますけども、今現在の1位のタイム何秒でしたっけ、はい、現在の1位のタイム、うん、キッチンダイニングトッチさんが1分44秒67となってます、そう、やっぱ本当にいいタイムを出してますね、うん、今後また
あと残すところあとわずかとはなってはいるんですけれども、ね、46秒9区域の部ということで、はい、2位銭形平次チーム、はい、海空畑チームは残念ながらコースアウトになりました。お疲れ様でした。ロテーションがなんとも言えないですね本当に最高だね。あ、なんか海空畑さん、うん、コースアウトってうわーやっちゃったやっちゃった、ハルサーメンバーやっちゃったの。そうか、ほら残念。ここ、中継車から見る限りは順調に漕いでたようには見えてたんですけど、はい、うん、本当ですよね。いい感じだなと思ったんですけども、残念でございました、ね、はい、お疲れ様でした、はい、今後ね、走るチームの皆さんですけども、若干本当に風が強くなってきましたので、ね、これかなり影響あると思いますよ。ちょっと今サバニをひっくり返してるんですけど、あれなんどうしたんでしょうね。水を多分抜いてると思いますね。海水が目に入ったんでしょう ね、 なるほどね。相当入ってる。次のチーム大丈夫かな。大丈夫ですよ。これがハーリーです。あ、これがハーリーなのね、はい、さあ本当にですね、続々とまだまだですね17レース18レースと続きますけれども、うん、さあ増田さん、会場の方ではいい香りが漂ってきました、はい、ね、どこだろうか。これ肉、肉でしょうね。肉だろうね。ウインナーや肉や焼きそばやますけども、いい香りが漂っているこの会場から私たち中継をお届けしておりますね。皆さんこのハーリーをまあきっかけに、うん、まあ、親睦も深められて、そうです ね、 交流会もするんでしょうね。はい、本当ですね、はい、さあ、この時間ですね、皆様にまたご協力をいただいておりました、はいはい、スポンサーご紹介いたします。株式会社大成ホーム、有電会社比嘉酒造、以上各社の提供でお送りしています。はい、さあそれではですね、増田さん、はい、12時ということでもうお昼時間、はい、お昼をね食べながらまた皆さんこのハーリーの方も頑張っていただきたいと思います、はい、続きまして第17レースの総会をいたします。ラジオ機の皆様は一回ですね時報を挟みまして、また会場からお届けしたいと思います、青い旗、インターネットをご覧になっている皆様は引き続き会場のですね様子をご覧になれることができますので、ぜひ最後の最後まで見ていただきたいと思います。杉チーム、はい、黄色い旗、シエスタ読谷 A チームとなっております。優勝できるよう皆さん頑張ってください。はい、青前黄色ストップ、青ストップ、赤前、はい、赤ストップ、よーい、we'll be right back.
17レース結果発表いたします。1位、大輝シエスタ読谷 A チーム1分54.94。 2位、鉄板居酒屋杉さん。3位、 F コロナチームとなっております。皆さんお疲れ様でした。海の彼方かなえ FM 読谷特別番組ユンタンジャアーリー大会。海の彼方はいはいはい、時計の針は12時を回りました。本日第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸 FM 読谷の特別番組をお届けしております。ここでお世話になっております、スポンサー様のご紹介をさせていただきます。こぎすすめ未来から家 FM 読谷特別番組第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸。この番組は株式会社大成ホーム、有限会社東造、株式会社池原建設、読谷村ハーリー大会委員会、ハーリー大会実行委員会、以上他各社の提供でお送りいたします。さあ戻ってまいりました、メインパーソナリティの前川あゆみでございます。そしてそして、はい、この時間もう少しだけお手伝いをさせていただきます日上美幸でございます。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いいたします、はい、さあもう、お昼12時を過ぎて、うん、ハリー大会まだまだ進んでおりますね。はい、続いております。体温ももう高くなってきて、紹介いたします。青い方のダンパー石田近いチーム、さあさあさあ、もう体温も高くなってきておりますので、皆様さらにさらに熱中症の方には十分に気をつけていただきたいと思います。以上となっております。水分の補給、赤もちと前、塩分の補給、そして、黒糖なんかね、ミネラルなんかしっかり補給していただきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。油断したらですね、もうすぐですからね。はい、さあさあさあ、目の前ではですね、レースまだまだ引き続き続いております。読谷村ハーリー大会、ただいまですね、目の前では、第17レース職域一般の部第17レースが行われております。さあさあさあ、はい、ですね、17レースチームのご紹介をしたいと思いますよ。よろしいでしょうか。さあもう力強いですね、早い早い。さあ、力強い荒波をですね、追って、貝さばきをしている青旗を掲げておりますザンパーサバニのですね、チームがですね、西カジ会、西カジ会でございます。さあそして、コース真ん中赤旗掲げておりますフニシのサバニは鳥組の皆様でございます。さあそしてただいま追って3番手でその間にですね、コースを折り返しいたしました。黄色旗を掲げておりますのが、大輝のサバニに乗っております UI 会の、失礼しました、ボーイスカウト読みたんですね。もう一度行きましょうね、ちょっと違いますので、はい、青のですね、残波に乗っていますのが西カジ会、そして赤のウフニシに乗っているのは未来消防でございます。そして黄色の大輝に乗っているのがボーイスカウト読みたんでございます。それではですね、チームの紹介の方もよろしくお願いいたします。はい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 、さあさあそれではですね、はい、ただいまですね、赤の、はい、未来消防、昨年はですね沈没ということになりましたけれども、なんとですね、今回は、はい、いい調子でなんと1位で入っておりますので、はい、皆様にご紹介できるかなと思いますけれども、はい、さあ未来消防ただいま1着でゴールいたしましたけれども、ぜひ皆様今日もですね、体調が悪い方なんかにもですね、ぜひ二大消防、
いつでも頼ってくださいということで、またコメントも届いております。そして力強い買いさばきでございました。さあそしてですね、2番手入りましたのが青旗を掲げておりました、西梶会の皆様でございます。西梶会の皆様ですね、今回のハーリー大会で3年連続の出場となっております、うん、今年こそは決勝レースまで残って優勝したいと。そうですね、昨年は4位の成績を収めておりますからね。なんともトップの方でね、昨年もいたということで。さあそして3番手入ってまいりました、黄色の、旗を掲げておりましたボーイスカウト読谷でございます。ボーイスカウト読谷の皆様はですね、今回はテントの方で何かボーイスカウト体験もできますよということで、ぜひテントの方にも上り旗を目指して来てくださいねというふうに、皆様への呼びかけもございます。さあ今のですね、第18レースも力強いさばきであっという間に、皆さんゴールまで到達いたしましたけれども、さあここでですねメッセージ届いております。早速紹介していきたいと思いますよ。こちらですね、ラジオネーム読谷村高志穂の恋花積さんよりメッセージいただいております。ありがとうございます。あゆみさん、みゆきさん、スタッフの皆様、暑いですね。暑い中ご苦労様です。熱中症にならないように塩と黒糖を舐めて乗り切ってください。ラジオの前で応援しています。読谷村高志穂恋花積よりということでいただきました。嬉しいですね。今ね、うん、FM 読谷を聞いてラジオの前で一緒に熱くなってくださっている方が一人でも、ね、多くいらっしゃると思うとですね、はい、一緒にまだまだ、大会もですね、盛り上がって、いけるなというふうに感じますけれども。本当ですね。はい、さあそしてメッセージどんどんいきましょうか。こちらみゆきさんがご紹介読んだよ。あ、読みました。はいはい、読んだよ。あ、読みましたね。はい、でも嬉しいですね、こんなにまたもうメッセージも届いてて。そうなんですよね。はい、そしてね、はい、この会場、はい、本当に先ほどね、ちょうど今もう12時7分ということで、はい、お昼ね、はい、会場ではお昼ということで、お昼ご飯を食べてる方も多くいらっしゃいますけれども、お昼ご飯皆さん何食べてるんですか、ね、何食べてるの。おいしい。おいしい。あ、そうか。おいしそうだね。肉だね、それ。肉だね。そう、あらら、その口に入れてるもの私にちょうだい。あ、いいな。本当にね、会場内至る所でもう皆さんバーベキューから、ね、されてるので、もうお肉の美味しそうな香りがですね、ハリー大会会場内、充満しておりますけれども、いいね、お腹すきますね。先ほどですね、私も少しお昼休みで会場内お手洗い行きがてら、回ったんですけれども、お手洗いはちなみにですね、会場中央の方に赤瓦の屋根で、お手洗いもしっかり完備されておりますので、はい、ぜひそちらもご利用ください。はい、そこでですね、はいはい、今、中継車の中に、はい、なんとですね、おいしそうな、ほら見て、キャロットジュース届きました。やったー。じゃーん。今カメラにね、みゆきさんが見せてるのがキャロットジュースでございます。はい、これね、今回記念大会ということで、はいはいはい、読谷村商工会青年部の皆さんがですね、はい、開発いたしましたキャロットジュース200円でございます。安っ。こんだけ200円ということで、はい、みんなジュース飲んでみて、ね、キャロットジュース飲んだ飲んだねえねえねえ、これ本部席の後ろでやってるので200円って。みゆきさん、はい、情報中継車にいらした、ね、立ち寄ってくださったお客様とやり取りしてましたけれども、はい、ちょっといただきます。はい、甘い。おいしい。おいしい。氷もたっぷり入ってキンキンですね。そう、回し飲みっこしてみようかなと思いますけどね。さあ、飲んでる間に準備が整いましたけども、レジおいしい。そしてレースも始まってる。はい、レース19レースご紹介いたしましょう。はい、こちらですね、残波、青の船に乗ってますのが JA 沖縄読谷支店、はいはいはい、そして赤のうふにし取り組み、そして黄色の待機に乗ってるのが友愛会のメンバーでございます。さあそれでは1チームずつですねご紹介しましょう。第19レース残波、青の残波に乗ってる JA 沖縄読谷支店でございます。さあ毎年ですね、関
完走を目標としておりまして、日頃のチームワークを生かして頑張りたいです、応援よろしくお願いしますと、読谷支店チームの皆様おっしゃっております。さあ続きまして、今度は赤のウフニシに乗っています鳥組のメンバーです。どうぞ。すごいですよここ、3年連続7位と上位入賞も果たしておりますけれども、今年こそ必ず決勝進出を狙いますと、それからですね、40代半ばと、まあ、油も乗り体力も限界に近づいてますが全力で頑張りますというねコメントも入っております。さすがトップを走っておりますね、はい、そうだね。で続きまして、黄色の大気に乗っております、これ UI 会のメンバーでございますよ。はいはいはい、こちらですね読谷中学校57期生のモアイメンバーでの、チーム構成となります。57期生で何歳なの。あ、まだまだみゆきさんが年齢を当てようとしてしかも、今年はちなみに厄年の、方たちなので落ちずに沈没せずに優勝しますと、コメントを寄せてあります。UI会のメンバー頑張れ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 。さあストップで走ってるのが、はい、鳥組の、皆様でございますね。やっぱりね3年連続7位に入ってるだけあってトップを走ってますね。はい、はい、さあもう間もなくですね、はい、ゴールを切ろうとしております。さあ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 入りました、はい、入りました、赤旗掲げた鳥組の皆様へレース1位で入りました。さあ続いて2番手ゴールを切ったのが黄色旗掲げております UI 会の皆様でございます。さあさあさあ、そして、もう1チーム青旗を掲げておりますのが、JA 沖縄読谷支店、頑張れ頑張れ、最後までさあゴールまであと少しとなっております。すごいですね。さあさあさあ、皆様ですね、皆様もどのチームもですね、T シャツを揃えて本当に気合満点で、はい、はい、チーム、総勢でチームレースに挑んでおります。無事ゴールいたしました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ、無事、3番手の、JA 沖縄読谷支店の皆様もゴールいたしました、うん、いいですね。さあさあさあ、なんだか今回は去年に比べると沈没が少ない気がしますね、うん、全然ないですよね。本当に本当に皆様陰でしっかり練習を重ねてきた日々の成果かもしれないですね。チームワークも必要だし、力だけでは漕げないんですよね。はい、私は漕いだことないけれど1位鳥組チーム1分48秒51 2位 UI 会チーム3位 JA 沖縄読谷支店チームとなりました。お疲れ様です。お疲れ様でございました。拍手がね、響いておりますけれども、はい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 、ね、そしてこの、うん、ハーリーなんですけど、先ほど言ったように力だけでは前に進まない、うん、やっぱチームワーク、うん、そしてもう一つはですね、ちょっと知恵を使うということ。知恵を、そう、どういう風になったら、綺麗な舵が取れる。でもね、舵取りがやっぱり要とも言われておりますね。そうですね。でもなかなか最近ではこういう舵取りができる人っていうのが少なくなってるそうですよ。なるほど、そうなんですね、うん、これもやっぱりこう技が必要な、うん、多分ね、ポジションですかね。読谷村やっぱり舵取りメンバーがちょっと少ないので女村から借りてるのではないかなと思う。あら、まあまあ、じゃあそこら辺のまたね育成も、うんうん、今後また必要な部分にもなるんですね。そうなんですよね。はあはあ、こういう伝統行事からいろいろまた見える読谷の表情もありますね、うん、はい、観光客の皆様も楽しんでいますでしょうか ね、うん、ね、はい、さあそこでですね、はいはい、読谷村のハーリーなんですけれども、はい、先ほど言ったように、ね、あの読谷村のですね、やはり、有名な、ね、人物の名前など、そして、ね、地形やそういうものを使ったサバリのですね、うん、船に乗っておりますけれども、はいはい、大気、大きい北と書いてウフニシ、ね、はい、そして残波、ここ、残波岬がもうすぐ目の前にあります。宇佐海岸の方でですね、うん、行われてます宇佐海岸のですね、ハーリー大会なんですけども、はいはいはい、片道、はいはい、このハーリーを漕ぐのに150メートルだそうです。あ、このレースの距離ですね、距離感ね、はいはいはい、150メートル、そして折り返してまた150メートル、合計300メートルを競ってるんですけれども、だいたい平均1分40何秒かな、1分50秒ぐらいかな、あ、ちょっと早いかな、2分ぐらいかな、2分ぐらいだろうね、今、1
位の段階でですね、はいはい、1分44秒が現在1位ということなので。なるほど、そうだよね、1分44秒台ってあれからいないですよ ね、 すね、はいはいはい、昨年の、大会で2位になりました。キッチンダイニングトキさんが今ですね現在1位ということで、はい、すごいね、1分44秒台。さあ、ね、1分44秒でしたら、はいはい、決勝に行ける、決勝に行けるまだ残ってるチーム、決勝はもうこの60チームの中から3チームのみなんですよね。そうよね、競い合うからね。これはもうなかなかね競争率も高いところでありますけれども、うん、さあこの後一旦 CM 挟んで、まだまだ、ハーリー大会の様子をお届けいたします。続いてのレースを紹介します。青い旗のザンパザキミ走ろう会チーム、赤い旗のウフニシ次郎紹介チーム、黄色い旗の大輝ソベ青年会チームです。赤ちょっと前、それではお届けしております第30回ユミタンソンハーリー大会ということで、はい、先ほどですね、ご紹介がありましたけども20レースですね、20レースがですね、はいはいはい、もう間もなくですね、はい、スタートしようということでございますけども、はいはいはい、ちょっと、チームの紹介しましょうね、はいはい、青のザンパザキミ走ろう会のメンバーでございます。はい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 、チーム紹介お願いします。はい、ザキミ走ろう会の皆様、発足11年目のランニングプランでですね、結成されたチームということでございます。はい、一斉にスタートいたしました。スタートいたしました。はい、第20レース目始まりました。ザンパの波風と戯れながら楽しいレースにしていきたいというふうに、チームの紹介ですね、ザキミ走ろう会はですね、日頃のザキミ大輝の駅伝選手を中心に、構成されているチームだそうです。でまたですね、次郎紹介チームはですね、会社、次郎紹介の会社で作っているチームだそうです。で、ソベ青年会、青年会チームはソベの青年会を中心に構成されているメンバーだそうです。はい、レース展開としてはザンパ、青のザンパザンキミ走ろう会の方がやや有利か、実況することになったんですか、教えてください。しかしウフニシの方もなかなか頑張っております。3チームともいいレースをしております。中継車から社長へ。さあ、どのチームが先に V を回るか、中継を行う、実況することになったんですか、教えてください、どうぞと。若干走ろう会チームの方が回って、チームの紹介をすることになったんですか、実況もすることになったんですか。1位は残飯、2位は残飯走ろう会、2位は次郎紹介でしょうか。しかしまだまだレース展開は分かりません。さっきみたいに、CM の時はじゃあ放送しないようにします。青のザンパザキミ走ろう会、1位でゴールに向かっております。2位3位はいい勝負をしております。若干ですが次郎紹介さんの方が早いでしょうか。3位にソベ青年会、1位でただいまザキミ走ろう会の方がゴールいたしました。2位で次郎紹介がゴールに入りました。3位でソベ青年会チームがゴールに入りました。皆さんお疲れ様でした。目の前ではですね、第20レース職域一般の部が、行われておりますけれども、3チームとも無事、ゴールいたしました。ザキミ走ろう会、次郎紹介、そしてソベ青年会の3チームでございました。さあ、もうですね、職域一般の部も、終盤に差し掛かってきておりまして、皆様のね、お互いのタイムが気になって
いるところでもありますけれどもね、決勝に行けるか行けないかのね、際どいところのね方々なんか特に、はい、今日のねタイムレースタイムを気にしてるんじゃないでしょうか。本当ですよね、はい、さあそこでですね、はい、今回第30回記念大会ということで、はい、今回読谷村ハーリー大会をすることによってですね、はい、多くの関係者の皆様、そして地域の皆様、そしてこのねビーチを守ってくださっております方々をですね、はい、ちょっとご紹介しましょう。はい、今回ですねハーリー大会におきます救助活動ということで、はい、読谷漁協からもですね船が一隻、そして、スタッフも2名、しっかりとこの折り返し地点の方に、そうですね、はい、います。そしてザンパビーチからですね、水上バイク、そしてスタッフ2名も参加させていただいております、はい、そしてニライビーチ、水上バイク一隻、そして2名ですね、ご協力いただいているということで、やはり安全面をですね、はい、しっかりと、ね、考慮した上でね、はい、はい、ありがたいですね、はい、そして救護所の方は読谷村役場、はいはい、保健師職員もですね、しっかり、この会場の方にはいるということで、もし何かあった時はですね、はいはい、会場の方にもお声を上げて、声をかけていただけたらなと思っております、はいはい、また会場内の安全指導員には、はい、なんと読谷村のですね自治会長、はい、以前は区長と呼んでおりました、はいはいはい、皆さんがですね、やはりこのハーリー大会の安全指導という形で毎年頑張ってくださってるんですよ、うんうん、もうこんな暑い太陽の下ね、うん、本当にありがとうございます。さあ、うん、嬉しいですね、情報中継者の目の前には沖縄銀行の皆様がいらしております。指定長をはじめありがとうございます。ありがとうございます、読谷村銀行協会の、ねね、はい、皆様ということでありがとうございます。ダンディーな川光支店長をはじめ皆さんありがとうございます。手を振りに来てくださいました。ありがとうございます。ありがとうございます。暑いですね、応援ですね来年は出てくださいね。ハーリー大会中は安全の考慮のため、ね、ぜひぜひ遊泳禁止となっております。大きい爆弾水かも、遊泳禁止となっております。現在海に入られている方は出るようによろしくお願いいたします。じゃあそしてですね、この、はい、レースの方はもう間もなくまた遊泳禁止となっております。整いしてまたご紹介があると思いますけれども、はい、やはりですね、このハーリーということでね、はい、なんとこのチームのですねやっぱりカラーというものもありまして、やはりこのハーリー大会だからこそ、はい、はあ、このチームの色とやはりですねこの揃える T シャツ、うん、そうですね、こちらもまたね、はい、それぞれ見どころでもあります、うん、また今回が第30回の節目の読谷村ハーリー大会ということなので、ね、はい、それも重ねてまたさらにねさあなぜね、私ともゆきさんが一斉に笑ったかと言いますと、ありがたいことに、こちら沖縄銀行のね、はいはい、先ほど情報中継車に遊びに来てくださった皆様がなんと、はい、爆弾スイカを、はい、黒玉スイカというんですかね、うん、差し入れてください。ありがとうございます。このスイカこんなに重いんですか。冷え冷え有志建設チーム、はい、じゃあそれではですね紹介がありますので赤い旗のうふにし、土木時計チーム、黄色い旗の大輝チーム、バンブー、準備が整い次第スタートいたします。さあチームがですね、お名前が発表されましたけども、はいはい、赤前、青の旗に乗ってますダンパ、うん、有限会社有志建設、有志建設なんと赤の T シャツに後ろにですね、有志と書いてあはすごい ね先ほどね頑張ろうおおっていうですね掛け声もやっておりましたからね、かっこいいですね、はい、有志建設頑張ってくださいね、はいはいはい、そして、赤のうふにしの船旗の船に乗っておりますのが、はい、土木時計チームということでございます、はい、頑張ってくださいよ。さあそして、黄色の大気のチームに乗って、はい、船に乗っているのがチームバンブーということで、はい、ご紹介がありました。はい、さあ一斉にスタートが切られましたけれども、さあさあ皆様ねスピードをつけるべく、はい、会を一斉にスタートいたしました、しスタートが早いのは最初は残破チームの方が優勢か、一漕ぎ一漕ぎ力強く漕いでおります。
さあどん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 漕いでおります。残波のチームがどんどん速いでしょうか。続いてフニシエ、3位でですね、大気のチームですねの方が速いです。残波のチーム有志建設さん、有志建設さん先に V を回るか。赤のウフニシチーム土木時計チームは V の方から少し離れて大回りによるターンとなっております。トップは青の有志建設さん、 V の方先に回ってゴール一直線に向かっております。続いて土木時計チーム、さらにチームバンブーチームが続いているという状況です。有志建設さんの方力強い AX さばきで一直線ゴールに向かっております。続いて土木時計チームバンブーさんはただいま V を回りました。さあ有志建設さん間もなくゴールいたします。1位有志建設さんでゴール。続いて土木時計チームが一歩ずつ一歩ずつ進んでおります。しかしゆっくりでありますがチームバンブーさん頑張っております。皆さん最後の最後まで完走できるよう応援の方よろしくお願いします。チームバンブーさんもう少しです、もう少しです、頑張ってください。さあ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 レースもですね、はい、続々と進んでおりますけれども、ただいまですね、第21さあ間もなくゴールできます。頑張ってくださいチームバンブーさん。頑張れ、降りて。ピンクの T シャツに、ね、はい、ゴールいたしました。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。さあピンクのね、T シャツに身を包んだチームバンブーさん無事3番手でゴールを切りました。さあすごいですね、もう各チーム応援が本当に砂浜、水が打ち寄せるですねギリギリのラインまでみんな、駆け寄ってですね自分たちのチームの応援に精を出しておりますけれども、そしてですねスタッフの皆様はまたサバニの中に入り込んできた水をかき出しつつ、次の、チームのね、レース準備へと備えております。さあ嬉しいですね、情報中継車の方にはですね、ラジオの声を聞いてよったよっていうね、友人の方から、ただいまのレース結果をお知らせいたします。こちらの方足を運んでおります。1位有限会社有志建設1分52秒36、2位土木時計チーム、3位チームバンブー、以上の結果となりました。お疲れ様です。さあ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 ということでですね、先ほどね、出演いただいてた、有志建設の皆様なんかはですね海賊王ならぬ読谷村のハーリー王を目指しますというふうにですね熱い意気込みもね届いておりました。さあもう、職域一般の部、もうレースも、終盤となってきております。残りですね3チームとなりました。ただいまですね、第22レースの、準備を、ね、しております。山中でお願いします。さあ、FM 読谷本日はですね第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸、読谷村のですね一番、北の方にございます宇佐海岸の方から情報中継車の中より生中継で、会場の様子をお届けしておりますけれど も, もう目の前の東シナ海が透き通ったこの海の水そして少し目の前には、なんていうんですかねエメラルドグリーンですかね、はい、でそのさらに奥にはコバルトブルーと、もうねいろんな色の
海の青があるんだね。いろんな青があるんだね。いろんな青がなんかどっかで聞いたことありますね。いろんな青いろんな青がありますね。そんないろんな青を眺めながらですね、このハーリーの模様をお届けするっていうのは本当に幸せだなっていう感じますけども。そうですね、はあ、私お助けマン日上ゆきはですね、はいはいはい、この時間で終了となります。なんとドローンということで、はいはい、またですね、前半部分頑張っていただきましたパーソナリティのゆえにバトンタッチしたいと思いますので、はいはいはい、会場からもっとお仕事頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。皆さんさよなら、ありがとうございました。けれども、職域一般の部のですね最後の、第22レースがですね、ただいまスタートを切りました。とってもですね力強い貝さばきでございます。現在ですね出場している3チームがですね、ケアサービス読谷、それから、丸さん、それからですね、エロ着21、エロ着21ですかね、はい、なんとケアサービス読谷は昨年の優勝チームでございます。はい、ということでですね貝さばきもやっぱり違いますね。ネットでご覧になっている皆様、はい、今アップで映し出されているのが、ケアサービス読谷の皆様でございます。昨年の優勝チームでございます。さあ第30回読谷荘ハーリー大会に丸さんチームも宇佐会館お届けしております。ルイを回ってきました読谷チーム、続いて丸さんチームエロ着24となっておりますが、しかしケアサービス読谷チームは早い、もう間もなくゴールいたします。出して1分46秒を超え決勝に進出することができるか。はい、はい、ゴールいたしました。さあ残る丸さんエロ着24チーム、2チームとも横一線並んでおります。どのチームが2位、どのチームが3位に入るか、皆さん注目してください。はい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 、はい、若干エロ着24が早いか。丸さんチーム転覆しないよう漕ぎ続けてください。なんと今大会転覆している船がありません。最初の転覆にならないよう頑張ってください。ひとかきひとかき、
はい、無事ゴールいたしました。おー、お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、職域一般の部予選でございますけれども、最後の第22レース、無事、もう丸さんチームはですね、沈没ギリギリでなんとかゴールいたし、あー、もうただいま船がひっくり返りましたね。ハーレー進化、皆様海に投げ出されましたけれどももうね、なんとね、本部からのアナウンスもありましたけれども、今回沈没してるところがないということで、ないですね。はい、もうなんとかね、職域一般の分も沈没戦なしに、無事予選を終えました。1位、ケアサービス読谷、1分43秒4。2位、エロ着24チーム、3位丸三チームの順となっております。はい、ということでですね、最後の22レースの、タイムと順位と出ましたけれども、さすが昨年優勝のですね、ケアサービス読谷はですね、早かったですね。早いですね。さあさあさあ、この時間から、再び、パーソナリティバトンタッチいたしまして、ゆうやさん戻ってまいりました。はい、戻ってまいりました。またよろしくお願いします。お帰りなさい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ここでですね、一つ、お知らせがございますので、はい、私の方から、お届けいたしましょう。沖縄電力からのお願いです。台風8号が沖縄本島地方、大東島地方に近づいております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると危険なだけではなく、電線に絡みつき停電になる場合があります。近い対抗の部予選を行います。引き続きお届けいたしましょう。沖縄電力からのお願いです。台風8号が沖縄本島地方、大東島地方に近づいております。風で飛ばされそうなトタン、看板、ビニールハウスの固定など、事前の台風対策をお願いいたします。また停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池などの準備やブレーカー操作の確認をお願いいたします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページや停電情報配信サービスによるメールにて停電情報をご確認いただけます。以上、沖縄電力より台風対策のお知らせでした。ね、ゆうやさん、台風もね、実は週明けに近づいてるんですよ。そうなんですよね。信じられないほどの今晴天でございますけれども、ね、目の前のね、透き通る東シナ海、空もね、もう澄み渡る青い空と、もくもくと流れる雲が気持ちいいですね。いや、今日ビール飲まれてる方めっちゃうまいでしょうね。ね、昼間からもこの会場でビールとバーベキューといいですね。下がってる皆さん最高ですね。いいですね、最高。もうね、楽しいですよね。はい、まあ現段階で、午前中の学生の部、それから、先ほど、第22レースを終えました職域一般の部の、両、チームともに、両部門ともに予選が、はい、終了いたしましたけれども、はいはい、この後はですね、また各自治会の部が待っております。来ましたね。ね、また自分の住んでる地域だったりだとかね、出身の地域だったりすると応援に熱が入りますね。またね、読谷はね、うん、地域に対するなんですか、思いが強いですからね。そうなんですよね。読谷もうこんなんで負けたらもう帰れない可能性だって出てくるかもしれないですからね。昨年なんかはですね、まあ、各自治会の部の中でもうスタートを切る前に沈没をしてしまったところもあったので、今回はですね、まあ、そのリベンジに燃える、ね、各自治会もあるかもしれないですね。はい、はい、さあ会場の方もですね、もう皆さんテントの下の方で、ね、レースを終えた皆様は、ね、ゆっくりくつろぎながらまた各自治会の部応援ということで、はい、で先ほどですね、はい、記念大会ということで読谷村商工会青年部の皆様の方からキャロットジュースの差し入れもありました、はい、美味しいですので、ぜひ本部後ろのテントに足を運んでください、はい、さあ一斉にスタートが切られました、この
時間からは、各自治会の部となっておりますね。はいはいはい。自治会、大津自治会、宇佐大教となっております。現在早いのは、赤い旗大添えが早いか、青の木名自治会チーム若干遅れている感があります。一番奥の大気宇佐大教チーム B、 地元の海での開催ですのでぜひ負けることはできません。しかし宇佐大教チーム早いが少し V を回るときに大回りになってしまっている、だいぶロスが起きております。その隙にウフニシ大添えが V を回ってきました。おっとウフニシチーム、赤チーム少しちょっと二来かなえの方へ向かっているのでしょうか。しかし頑張っております。その隙に宇佐大教チームどんどんゴールに向かっております。ナイス実況ですね。二来かなえの方へ向かっているのか。危ない危ない危ない。宇佐大教チーム頑張ってください。帰ってこれなくなっちゃいますか。本当ですよね。さあ宇佐大教チームどんどんゴールに向かっております。さすが地元の海での開催非常に強い。はい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 、はい、宇佐大教チームゴールいたしました。早いですね。続いて向かっているのは青の残波木名自治会チームです。お、ゆっくりではありますが一歩ずつ進んでおります。もう少しですね、頑張ってください。さあ各自治会ね、第23レースが行われております。大添えチームの方も頑張ってください。頑張れ頑張れ。さあ今ですね、こちら青の木名自治会の方がですねゴールいたしました。2番手でゴールでございます。さあまたまた、赤旗を掲げたですね、ウフニシチームまたまた、先ほどね、おっしゃってました二来家内の方へ、もう向かっているということで、またあの沖に向かって方向転換してますね。どこに行くんだ。戻ってこれるのか。漕いでる本人たちもどこに行くかわからないまま海を動かしてるんでしょうね。まあ、今日の反省が熱くなりますね。今日の反省が熱くなりますね。俺たちの向かうべくはみたいな感じでね。本当に。さあね、今再びゴールの地点へと、方向転換をして、戻っております。お、こちらは大添自治会ですかね。大添自治会ですね、はいはいはい、あー転覆ー転覆ついに来ました。転覆今大会初の転覆でございます。さあなぜか客席は盛り上がっております。客席から拍手の音がなぜか転覆して客席から拍手が起こってますね。拍手の音が聞こえてきますが。いいですね、こういう雰囲気もまたね、ハーリー大会の醍醐味ではないでしょうか。やっと仕事が来たかと言わんばかりに、はい、本当ですね、あの、なんていうんですか、あれは、ね、オータージェットとかで、ね、ジェットですね、はい、はい、水上バイクね、はい、出動しております。さあここでですね、転覆しているチームをまた後ろに、リポーターが、リポートが入ってきております。今度はどなたからのお話聞けるんでしょうか。ではよろしくお願いいたします。はい、ただいまナールは、はい、山中組の、あ、ではお名前をよろしくお願いします。はい、山中組株式会社山中組玉城正幸社長です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、山中組は今回何回目の出場ですか。ずっと前から出てたんだけど、今年初めて、従業員がみんなでハーリー大会出ようということで、参加しました。成績は悪かったけど、来年また良くなると思いますよ。はい、今回参加しましたか。
違います。参加していかがでしたか？結果はね、結果は悪かったけど、チームワークが、会社としてのチームワークはね、とても良くなったと思いますよ。はい、もう社長が隣にいるのでとっても緊張してますね今。はい、それではラジオを聞いている皆さんとインターネットの映像をご覧になられている方へ一言よろしくお願いします。読谷さんハーリー大会、いっぱいね、こんなたくさんの人が集まってね、すごい盛り上がりだから、これをねまた、見てる人たちのみんな参加させてね、もっともっと、発展していったら、読谷さんのためにもね、日本一の村でしょ、はい、良くなると思いますよ。はい、ありがとうございました。以上、山中組からのお声をいただきました。レポーターは金城なるみでした。以上です。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。なんだかね、お笑いコンビなのかな、なると山中組のね、玉城社長はそのバックにね、大勢自治会がね、はい、すごい頑張ってるシーンがね、映ってますね。いいですね、笑いに笑いが重なってまいりましたけれども、なるもね、上手なリポートもありがとうございます。ありがとうございます。ね、山中組さんですね、今回私たちのハーリー大会の特別番組におきまして、スポンサー様にも、なっていただいております。夢希望実現を目標としておりますということで、幅広い年齢層で今日は一団結して頑張ったみたいです。結果の方がですね、ゆえさん、結果がですね、残念ながら38位となってるんです。株式会社山中組さん、はい、2分9秒44ということで、いやまあね、前後の順位とはもう僅差なんですけれども、はいね、もう何よりまあ皆さんでね、チーム一丸となって楽しんだことが一番ということで、またですね、今玉城社長もねおっしゃっておりました、日本一のね村、ここ読谷村ということで、で一人でも多くの方が直接ここにね、足を運んでいただいて、直接五感で感じていただいて、読谷村のまた新発見再発見をね感じていただければということでコメントいただきましたけれども、やっぱそうですよ ね、 そうですね、この目の前の景色はもう映像でもまあお届けはしてるんですけれども、最高ですからね。一番はやっぱり直接見ていただくのがね、はい、はい、ぜひねすごいですね今のカメラ目線さあここですね、宇佐海岸周りはですね、残波岬ロイヤルホテルさん、さあそして有名なお土産どころもありますね。お菓子御殿さんありますね。はい、お菓子御殿さんございます。さあそしてですね、閉まってる。ラジオの方はですね CM 入っておりました。気づかなかったですね、はい、うっかりでございますさあさあさあ、今お声をお届けしているのは、ネットでユーストリーム動画をご覧になっている皆様へ、お届けしております、はい、現在プログラムの方はどうなっておりますでしょうか。プログラムの方が続いてがですね、はい、第24レース各自治会対抗部ですよね、予選ですね、予選ですね、はいはいはい、で、お、もう着々とスタートの準備が、整えられておりますけれども、一席はさあね、次のレース、3チームあるはずなんですけれども、一斉に漕ぎ出しました。青年会が危険となっておりますね、ザキミ対抗チーム残波、イラミナ大挙青年会待機となっております。ここから見るには青ザキミ大挙チームの方が早いか、2チームでの第24レース目となっております。一斉にですね、各自治会対抗の部、第24レースが、スタートを切りました。片道 150m 折り返して、また 150m、 合計 300m のレースの道のりとなっております。さあ横一線並んでおります。先に V を回るのがどこが早いか、若干ザキミ対抗チームの方が V を先に回りそうです。さあザキミ対抗チームゴールに向かって V を回りました。
イラミナ青年会チームも V を回って折り返してきております。さあ青年会チーム、イラミナ青年会チーム、ザキミ、あ、なんとザキミ大行チーム、ザキミ大行チーム優勢に見えたが、いきなりの転覆。この角技対抗の部相当荒れております。2チーム目の転覆となっております。その間にイラミナ青年会チームさあ向かっております。イラミナ青年会チームがゴールいたしました。イラミナ青年会チームお疲れ様です。さあただいまですね、こちらイラミナ青年会になるんでしょうか、ヒージャーではなくイラミナでしょうか。はい、黄色の、大気のサバニに乗った、チーム、ただいまゴールいたしました。そしてですね、優勢かとね、見えていました。ザキミ大強がまさかの折り返して、すぐのところで沈没してしまいました。で折り返しもめちゃくちゃ早かったですからね。でこの勢いが有り余ったんですかいきなりの転倒でございましたけれども、はい、さあ先ほどね実況からもありましたけれども、各自治会対抗の部、あれ模様ということで、そうですねやはりね気持ちが前に前に出ちゃってるんでしょうね。行くんですよねさあね、まあ沈没が出るとなぜか客席からねやっぱりこう拍手と指笛が聞こえてくるというね異様な盛り上がりを見せておりますけれどもいやー、はい、ちょっとね悪い流れが流れてきましたねいやいやでもねまだまだ、各自治会対抗の部残りまだレースありますので、はいはい、さあ、沈没した、転倒した、サバニはですね、ジェットスキーに、つながれて、はい、またスタート地点へと、運ばれておりますけれども、はい、いやもったいない、なかなかね勝負は分からないですね、分かんないですね、うん、勢いづいてるかと思いきや折り返してからがまた勝負どころかもしれないですね。そうですよね、片道漕いでね折り返して漕ぐっていうだけでもね疲れる、疲れるっていうかね辛いですからね。そう、またですね、あの午前中より少しだけ波がですね、はい、立ってきてるような荒波立ってきてるような気もいたしますので、はい、その影響もあるかもしれないですね、はい、はいはいはい。さあ、情報中継車の、隣ではですね読谷中学校の、野球部のみんなが、はい、8月の全国大会に向けてのですね、寄付金も、お願いしますと会場内もですね野球姿で回っておりますので、ぜひ皆様ご協力よろしくお願いいたしますさあさあさあ、第30回読谷村ハーリー大会をお届けしております。ところでゆうさん、この目の前のキャロットジュース飲みました？あ、まだ飲んでないです。今飲みます、ね、強制みたいな。こちらですね、今回第30回の記念大会ということで読谷村商工会青年部の皆様が本部の、後ろの方のテントでですねキャロットジュース200円、でキャロットカクテル200円、イカスミチップというものもございますよ。イカスミチップ、うん、なんだか気になりますね。気になりますね、うん、はい、こちらですね数に限りがあり、なくなり次第終了ということなので、ぜひ、はい、皆様早めに早めに、お買いを求めいただければなと思います。そしてまだまだ太陽高くなっておりますね、はい、熱中症の方も、十分気をつけてください。さあここでですね、公式な記録が入ってまいりました。ラミナ青年会ですね、はい、2分4秒76、はい、あ、じゃあこちらですね正式にちょっとゆうやさんの方から、結果教えていただけますか。そうですね、先ほど行われました23レース、はい、あ、こちら4レースですね、はい、はい、24レース目ですね、はいはい、ザキミ大強が、はい、残念ながら転覆、はい、はい、1位になりました。イラミナ青年会タイムが2分4秒76となっております。76と、はい、さあ各自治会対抗の部もですね、昨年の優勝チームは大きチームですね、大きチーム、はい、でございましたけれども、今年はどこの自治会が、優勝の栄冠を手にするのでしょうか。荒れますね本当ですね。さあ、は
会場の方もですね、もうびしょ濡れに、そうですね、だってね、今ちょうど FM 読谷の情報中継車の前を、横切っているのはザキミの皆さんでございますでしょうか。お疲れ様です。お疲れ様です。もう皆様、ね、海に、放り出されたのでびしょ濡れでございますけれども、はい、はいはいはい。さあ今ですね、ラジオにプラス、ネットでも動画配信しております。はい、今映っているのはまた次のレースの、次のレースですね。青い旗のザンパ舵取りチーム、赤い旗のウフニシ、ウザ、大京 A チーム、黄色い旗の大輝、おやし自治会チームとなっております。なお長浜大京チームは棄権となりました。さあ、まもなくですね、次は何で第何レースですか。第25レース目、はいはい、スタートいたしますけれども、ラジオの方は一旦 CM を、挟みます。その間にレースどうなってるんでしょうか。気になる結果は CM の後お届けいたしましょう。読谷村ハーリー大会をお届けしております。はい、現在ですね、ネットをご覧になっている皆様に、お声をお届けしておりますよ。今回のハーリーの舵を取っている皆さんです。さすがに海面中早い。続いて宇風西の赤の宇佐大京 A チーム、地元の海で頑張ってください。ぜひ負けられない大会だと思います。続いてです、ね、親市自治会チーム黄色大輝ですね、一歩ずつ一歩ずつ進んでおります。さすがに舵取りチーム早い。残波に乗ってる舵取りチーム、ハーリー大会では舵を取り、しかも全員船舶も免許を持っているという強者チームです。さすがに V を回るのも早い。どん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 ゴールに向かって、一直線に向かって1位で向かっております。続いて宇佐大京チーム、宇布西、赤い旗の宇布西チーム、地元の海でこの勇姿を見せれるか。さ、続いて3位、黄色い旗の親市自治会も進んでおります。さあ舵取りチームですね、もう間もなくゴールいたします。さすが舵取りチーム、1位でゴールいたしました。はい、続いてですね、宇佐大京 A チームゴールいたしました。さあ親市自治会チームも頑張ってください。もう少しでゴールです。頑張ってください。はい、ゴールいたしました。皆さんお疲れ様です。はい、続きまして事務連絡をいたします。決勝レース1位2位3位チームの職域1位2位3位チームは本部前に
来てください。1位チームキッチンダイニング上位3チームをお呼び出しいたします。予選第1位がライフケア読谷チーム、第2位がキッチンダイニングトキさん、第3位が有限会社竹下土木。上位3チームの皆さんが決勝に残りましたので、本部席で決勝の抽選会を行いたいと思いますので、代表者の方は本部席前までお越しください。ただいまのレースの結果を発表いたします。1位舵取りチーム1分40秒32、2位宇佐太京 A チーム、3位親屋市自治会チームの順になっております。続いてのレースを紹介いたします。青い旗のザンパ波平太京チーム、赤い旗のウフ西ソベ自治会チーム、黄色い旗の大輝高志保自治会チームです。第30回、先ほど、一般職域予選の結果、上位3チームを、決勝に残りましたので呼び出しいたします。まだ来てないチームが、ケアサービス読谷予選第1位でしたので、決勝の抽選会を本部席前で行いますので、代表者の方はお越しください。時計の針は午後1時を回りました。本日、第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸を、宇佐海岸の現場から生中継でお届けしております。パーソナリティは前川あやみと、はい、ゆうやです。お届けしております。はい、さあ現在もですねプログラムまだまだ続いておりますよ。はい、目の前で行われるプログラムじゃ紹介をお願いいたします。おさあ、たった今スタートが切られました。スタートいたしました。第26レース、青い旗、波平太京、はいはい、赤い旗、ブニシ、ソベ自治会、はい、黄色い旗、大輝、高潮自治会となっております。はい、早い早い。あの青旗どこですか。波平太京ですね。早いですね。こう、なるべく抵抗を少なくもうまっすぐまっすぐ進んでるような感じですね。各自治会やっぱりねこう回を漕ぐリズムだとかスタイルだとかもそれぞれですね。もうどれだけ乗るかですからねはい、観光にいらしてる方もね今ラジオを聞いてる方多いと思いますけれども、はい、ハーリー大会は、沖縄の、各地域に根付く伝統文化でございます。はい、木彫りのですね木で作られたサバニと呼ばれるですね、船に、12名のハーレー神官が乗ります。金内も合わせて12名、金内1人、それから舵取り1人に残りの10名が、またハーレー神官として、会を持ってですね、はい、みんなで息を合わせて、会を漕いで、はい、前へと進むという、伝統文化でございますけれども、はい、さあもう早いもので3チーム折り返しいたしました。レースはですね300メートルのコースとなっているわけなんですけれども、1位はどこでしょうか。今1位は
高志保持近い。高志保ですね。あ、でも情報中継車から見ると際どいですね。波平。熾烈な争いになっております。さあどっちでしょう。わーっと来ましたね。波平大橋が1番みたいですね。1着みたいですね。すごい波平大橋ですね、はい、さあね、もう空高く替えをよっしゃーとね掲げましたけれども、いやなんかかっこいいですね。かっこいいですね。なんだか皆さんね、あの黒い衣装に身を包んで、はい、はい、あのより力強く見えますね。はい、いいですね。さあ掛け声もね、はい、あの気合の入った感じで、はい、第26レースが、はい、ただいま3チーム無事、ゴールいたしました。さあさあさあ、ここでですね、先ほど行われました第25レースの公式の、結果が入ってきておりまして、はい、先にゆえさんお願いいたします。さあ1位がカジ取りチーム、なんと1分40秒43。1分40秒、早い。カジ取りチーム1分40秒早い。続きまして2位が宇佐大橋 A チーム、はいはいはい、1分48秒54。これも早いですからね、はい、3位親志自治会2分1秒34。これも2分1秒ですからね。各技対抗またレベルが高いですね。高いですね、はい。さあ、情報中継車本部のですね、斜め後ろの方に、場所を構えてですね、皆様にラジオを聞いている皆様、そしてネット動画をご覧になっている皆様に第30回ハーリー大会の様子をお届けしております。はい、ただ今ですね、情報中継車の目の前では番組冒頭でもお届けいたしました、沖勝さんの取材に、我らが FM 読谷の、中曽根局長が、取材を受けている様子が、はい、ご覧いただけます。あ、なんかじゃれ合ってますね。すごいですね。羨ましいですね。すっかり仲良しです。さあ、皆様ぜひね、沖勝さんの取材の方にも、ね、注目しつつ、ね、ハーリー大会楽しんでいただければなと思いますよ。こちらの様子はですね、また後日テレビで、放送されますのでお楽しみに。はい、はい、はい。さあ、もう角幡自治会対抗残るはあと一組ですか。一組ですね、紹介しましょうか。これじゃあ先に紹介しておきましょうか。先紹介しましょうか。はい、はい、はい、はい。では第27レース、うん、各自治会対抗の部予選は最終レースとなっております。青い旗、残波時計師青年会、黄色の旗大木チームとなっております。はい、はい、はい。最終レースですね。こちらが、各自治会対抗の部最終レース、そして、学生職域一般、そして各自治会対抗各予選の一番最後の、レースとなっております。これを終えたらですね、もう決勝となりますけれども、さあ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 、もうね、会場を至るところでいろんな動きがありますけれども、そうですね。さあリポートは OK でしょうかね。はい、ではここでですね、最終レースを目前にしてちょっとリポートが入っております。今度はどちらの、チームの、お声が聞けるんでしょうか。よろしくお願いします。続いてのレース紹介します。はい、ありがとうございます。マイク変わりました。リポーター前川鈴香がお届けします。私ただいま会場、今ちょうどレースが終わって戻ってきた、自治会の、はい、レポートを行いたいと思います。まず団体チーム名とお名前をお願いいたします。団体名と何？高志保自治会チームです。はい、ということでありがとうございます。お名前を頂戴してもよろしいですか。え、名前？千葉名武人です。じゃあもう一方。会長の千葉名正人です。はい、ということで、ダブル千葉名で、はい、お届けしたいと思います。今回高橋法自治会の皆さんは初めての参加では、この代として初めての参加ということで、高橋法自治会としての参加は初めてですね。そうなんですね。初めて参加してみていかがでしたか。初めて出たんですけど、とてもきつかったですね。でもちょっとレースで一番慣れたので良かったです。
はい、そうなんです。高潮自治会の皆さん1位ということで、今ねインターネットご覧の方は私の目の前を高潮伝統芸能の馬名を披露してくださっておりますけれども、はい、この席また決勝がございますが意気込みをお願いします。また勝てるように頑張りますので応援よろしくお願いします。はい、ということで高潮自治会の皆様にお声をいただきました。それでは中継車に戻します。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。さあ、ね、映像の方でもご覧になりましたでしょうか。高潮自治会のね、黒い T シャツ、Y シャツに身を包んだ、はい、チームの皆様がね、元気に勇ましい姿で手を振ってくださいましたけれども、はい、いやでもね、またね、武人君とね、マスト君同級生なんでね。あ、そうなんですか。はい。まさかね、出てくるとはね。そうなんですよね。ユミタはね、人が近いのでね、もうすぐどこかで誰かがいるって感じですからね。さあ、目の前、レース、一番最後のレースが進んでおります。はい、こちらチームが、先ほど紹介ありました、徳石青年会と大木チームでございますけれども、大木チームが若干早いですか ね、黄色旗の大木チームが若干早いですね。こちらですね、平均年齢50代ということで、はい、ハーリーは若さだけではないことを証明するために息の合った貝さばきで3連覇を目指すと。ただいまゴールいたしました。大木チーム昨年度の1位の自治会でございます。さあ、そして続いて入りましたのが徳石青年会でございます。はいね、徳石青年会、さあね、今年こそは徳石青年会も優勝を目指したいということでございましたけれども、はい、徳石パワー、それから徳石青年会今年で100周年を迎えているそうですよ。素晴らしい。徳石青年会100周年ってすごいですね。メモリアルイヤーですね。本当ですね。第30回のハーリー大会で、青年会も100周年と。あ、素晴らしいですね。素晴らしい。さあ、以上をもちまして、各自治会対抗の部、はい、予選が終了いたしました。ここまで見てきてゆうやさんいかがですか。いやー、なんていうんですかね、勢いがあっても、うん、テクニックで勝ってくるチームもありますし、もう最初から最後まで全力でいく、うん、いってね、ぶっちぎるチームもありますからね、はいはいはい、なかなかどこが勝つとか、それちょっとはっきり言えないですよね、はい、本当ですよね。もうね、後半なんかは、点なんだ、何でしたっけ、沈没とかもあったりだとか ね、ねやっぱりこう盛り上がりましたしね。まさかね、転覆であそこまで盛り上がると思わないですよね。ねえ、さあ決勝には一体どのチームがですね、各部、学生の部、職域一般の部、そして各自治会対抗の部、はい、ね、進むのでしょうか。気になるところでございます。これでですね、学生2部6チーム、はい、それから職域一般の部、はい、で各技対抗の部14チームですね、はい、チーム全部終えました。予選すべて終了ということで、はい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 、いや決勝楽しみですね。そうですね、決勝楽しみですね、はい、さあさあさあ、ここでですね、またまたメッセージの、お募集もしたいと思いますよ。はい、そうですね、メッセージいただきたいで、ぜひまだまだ、番組にお寄せいただければなと思います。はい、さあですね、FM78.6 メガヘルツ、映像は FM 読みたんホームページからご覧になれます。メッセージの方ですね、メールアドレス fm786@fmyomitan.co.jp、 fm 数字で786@fmyomitan.co.jp となっております。皆さんからのメッセージお待ちしてます。お待ちしております。さあ、またまたですね、決勝に向けて引き続きハーリー大会様子を実況中継してまいります。後半もお楽しみに。ここでは、1曲お届けいたしましょう。 CM までお聞きください。心は海のよう、私の心を映してる。私の心は月のよう、曇れば心も照らせない。あなたの心は海のよう、
映さない「いつもねいつもねあなたの背中見てたのよ」「汗にまみれ土に汚れた日に焼けた」背中をあなたをあなたを愛しく思えた時にあなたが生まれた。ああ、この海を私は好きになりました。こぎすすめ未来かなえへ FM 読谷特別番組第30回読谷荘ハーリー大会 in 宇佐海岸。この番組は株式会社大成ホーム、有限会社東酒造、株式会社池原建設、読谷荘ハーリー大会実行委員会、以上各社の提供でお送りしております。僕と君の間から歌が生まれ30回読谷荘ハーリー大会 in 宇佐海岸をお届けしております。ここでリポートをお届けいたしたいと思います。次はどちらのお声が聞けるんでしょうか。よろしくお願いします。はい、ただいまのあるは風の花輪さんのところに来ています。はい、では自己紹介よろしくお願いします。はい、こんにちは、嘉手納花輪の平田です。よろしくお願いします。与那覇です。よろしくお願いします。はい、こんにちは、嘉手納花輪の中里です。
こんにちは、カテナハナのギマです。国吉です。はい、今回でカテナハナさんたちは何回目の参加でしょうか。今回で大体10回目ぐらいの参加になっていると思います。はい、参加していかがですか。始めた時期は結構体力もあって、みんな自分たち一番いい成績が準優勝まで行ってたんですよ。で今回ずっとやっていくと成績が3位になって、最近はもう出場することに意義があるような感じで今頑張ってる感じですね。はい、はい、レース楽しかったですか。やっぱりこの暑さがやっぱ一番体力消耗するような感じですけどもね、まあ楽しくできてます。はい、もう今は台風が近づいているということですが、晴れてよかったですね。そうですね、もういい天気に恵まれて本当に今回は良かったと思います。はい、それではラジオを聞いているお聞きの皆さんとインターネットの映像をご覧になられている皆さんへ一言よろしくお願いします。まあ今回からですね、うちカテナハナのチームでジュニアの部も参加するようなことになったんですよ。であとずっと続けていけるように、でカテナハナのチームがみんなまとまっていけるような感じでですね、来年も再来年も頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございました。以上、カテナハナはチームからのお声をいただきました。レポーターは金じゃななれみでした。以上です。はい、ありがとうございました。さあ、もうリポートの後ろでは決勝がね行われております。ってますよ。さあ、今決勝に出ているチーム、ゆうやさんご紹介お願いします。はい、決勝に、出ていますチーム、はい、ケアサービス読谷、こちらですね、去年の1位チーム、はははキッチンダイニングトキ、こちら去年の2位チームなんです。さすがです。有限会社竹下土建、土建、はいはい、はい、こちら初ですか ね、 すかね、昨年の成績がないので、はい、さあもう折り返して混戦してますよ。ゴールですけど、どこが勝つのかな。さあ、どちらでしょうか。すごい。さあ、ゴール切りました。どちらが1位だったんですか。1位はね、どちらだったんでしょうか。情報中継者からの私たちもわからないんですけれども、いやー、やっぱさすが決勝なだけあって混戦でしたね。混戦ですね。これぞ決勝っていうレースでしたね、本当に。さあ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 、こちらですね。さあ、今行われたのがですね、はい、職域一般の部の、はい、決勝レースでございました。1位か2位か3位か、今どこが優勝したのか、はい、後ほどちょっとまた正式なですね、結果を皆様にお届けしたいと思います。はい、さあさあさあ、ここでですね、また情報が入ってきております。はい、各自治会対抗の部の決勝でございます。はい、かしこまりました。各自治会の部決勝、はい、青の旗ザンパサバに乗ってます、乗りますのが宇佐大郷 B チーム、はい、続きまして赤の旗、ウフニシ、ただいまのレースの結果発表いたします。1位有限会社竹下土建チーム、すごい、1分40秒47、わー、2位ケアサービス読谷チーム、1分41秒96、3位キッチンダイニングトキ、1分45秒04でした。なんとなんと、はぁ、来ましたね。昨年の優勝、準優勝を抑えて、有限会社竹下土建さんが職域一般の部優勝でございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。すごい、すごいですね。事務連絡をいたします。シャワー室にて時計の落とし物がありました。心当たりのある方は本部まで取りに来るようよろしくお願いいたします。繰り返します。シャワー室にて時計の落とし物がありました。心当たりのある方は本部まで来てください。はい、はい、ね、忘れ物なんかもぜひ気をつけてそうですね、はい、いただきたいと思いますけれども、いやすごいです ね、一瞬でしたね、一瞬でしたね本当にね
さあもう時刻はですね13時23分ということで、はい、ちょうどですね今日の、海の方満潮時刻とも重なっております。海も満ちてまいりました。あもう今がもう完璧な満潮時になるんですね、うんうん、そうですね。はい、ぜひ今ラジオの向こうにいらっしゃるあなた、まだまだですね読谷ハーリーの、雰囲気を味わうにはですねまだまだ時間、間に合いますのでぜひ、読谷村の奥の方残波岬ロイヤルホテルそして残波岬向けに車を走らせてですね、はい第30回の読谷村ハーリー大会見に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。次のレース先ほど中途半端で終わってますので、はいはいはい、お願いいたします。はい、もう一度、青い旗残波の様に乗ります宇佐大橋 B チーム、はい、赤い旗宇府西様に乗ります大木チーム、はい、黄色い旗、大気のサバニーに乗ります宇佐大橋 A チーム、はい、宇佐大橋 A と B がさすがでございますね。大気チームを抑えるのか地元のね宇佐の方々が A、B と、チーム揃っておりますけれども、すごかったですね、はい、宇佐のね、貝さばきを見せつけますということでですね、はい、意気込み入ったあのコメントも寄せられておりましたので、さすが海民中の自治会ですねそうですね、はい、さあそしてですねその中にまた大木チーム去年の優勝チームでございますから、はい、こちらの勝負の行く末も気になるところでございます、はい。さあ、第30回読谷村ハーリー大会、沖縄のそして各地域のですね伝統文化ハーリー大会の様子を、本日は FM 読谷の本スタジオを飛び出しまして読谷村の宇佐にございます宇佐海岸から生放送でお届けしております。ぜひ皆様まだまだ応援メッセージお待ちしております。メールでも OK ですし、紙に走り書きで直接こちらの FM 読谷情報中継車にお持ちいただいても結構でございます。ぜひ、ね、決勝に向けて自分の自治会の、チームの、応援メッセージを寄せてみてはいかがでしょうか。はい、ではメールアドレスの情報紹介をゆうえさんお願いいたします。はい、わかりました。メールアドレスがですね fm786@fmyomitan.co.jp fm 数字で786@fmyomitan.co.jp となっております。では、次のレースまで1曲お届けいたしましょう。喋ります。最終レースとなっております。各技対抗の部ですね、宇佐大橋チーム A、 宇佐大橋チーム B、 そして大木チームの対戦となっております。本日の最後のレースですので皆さんぜひぜひ注目するをよろしくお願いします。忘れかけた青春をあなたともう一度歩んで行けたなら幸せだろうな。あなたのために僕は優しくなれる。あなたのために僕は強くなれる。白い白い砂浜はどこまでも続く続く足跡を残して青い海は空の青を映して白い雲は柔らかく咲く花のように。あなたのために僕は優しくなれる。あなたのために僕は強くなれる。
一歩ずつ歩いて行けばいつかは必ずたどり着く日が来るだろう。いつか笑えるその時が来るまで一日一歩ずつ心の歌をあなたのために。それでは本日最終レースの紹介をいたします。各技対抗の部決勝、青い旗ザンパ宇佐対強 B チーム、赤い旗宇府西大木チーム、黄色い旗大輝宇佐対強 A チームとなっております。頑張ってください。ストップストップ。赤 OK、黄色前、はい、黄色ストップ、はい、よはい、第30回最終レース各技の部ですね、始まりました。真ん中の大木チームが速いか、いや、残波に乗ってる宇佐 B チームの方が速いか、この2チームによる今1位争いをしております。黄色に乗っている大輝宇佐 A チーム少し遅れているように見えます。さあ現在横一線に並んでいるように見えますが、どこのチームが先に V を回るか、その回さばきが優勝を決めます。さ、先に回りそうなのは大木チーム、いや、宇佐 B チームか。ほぼ同時に、ほぼ同時に折り返してきております。さあ、各技自治会対抗の部、決勝です。さあ、横一線で最終レース進んでおります。どのチームが優勝するか、皆さんご注目ください。さあ、ほぼ横一線です。どのチームが優勝するか、最後の最後まで力強く栄光をこいでください。さあ、どのチームが勝つか。いけいけ。さあ、非常に微妙な判定です。さあ、第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸、現場から生中継でお届けしております。さあ、どのチームが優勝したか、はい、最終レースですよ。最終レースね、決勝、たった今ゴールを切りましたね。各技、これも分かんないね。対抗の部競ってましたね。競ってたね。最後まで分からない。いや、私たちがね、いる情報中継者からはどこが優勝したのかちょっともう分かりきらないぐらい僅差でございましたけれども、ね、はい、果たして気になる順位とタイムと。さあ、今ですね、決勝レースを終えてサバニに入った水をですね、各、ハーレー進化の皆様スタッフと一緒にですね、水をサバニから出しておりますけれども、すごいですね今ですね、はい、最後のレース非常に接戦でしたので本部の方で判定しております。今しばらくお待ちください。さあ、気になります。今ですね、出場いただいたのが
はい、青のザンパサバニ、宇佐大輝 B チーム、赤のウニシ大木チーム、黄色の大輝宇佐大輝 A チームとなっておりました。はい、それでは結果の方が出ました。発表いたします。第30回読谷村ハーリー大会各あざ対抗の部第1位は大木チームとなっております。優勝は大木チームです。2位が宇佐大輝 A チーム、3位が宇佐大輝 B チームです。さあガッツポーズでございます。1位と2位のタイムの差がコンマ1秒となっております。皆さん非常にお疲れ様でした。うわーすごいレースでしたね。お疲れ様でした。各自近い対抗の部、はい、続きまして本部より連絡いたします。閉会式を取り行いますので本部前に集合するようよろしくお願いします。全チーム閉会式を行いますので全チーム本部前に来るようよろしくお願いいたします。さあゆうやさん、はい、結果が出ましたね。結果出ましたね。ハーリー大会各自治会対抗の部、はい、今、ね、情報中継車の横を通っております。拍手で迎えられて、ね、はい、本部席よりお知らせいたしま ます、第30回読谷村ハーリー大会の閉会式を行います。全チーム参加の方よろしくお願いします。大会本部前テントの方で行いますのでよろしく、ご参加よろしくお願いいたします。さあ、ね、拍手に迎えられたのはですね大木チーム、それからですね正々堂々素晴らしい戦いでございました。宇佐大輝 A チーム B チームと、いやー、はい、本当に熱いね一瞬のね、レースでございましたけれども、ほんまの勝負ですからね。本当ですよ、もうみんなガチです。おー、本当にすごいですよね。もう1位と2位の差がコンマ1ということで、はー、さあさあさあ、ここでですね、優勝した、各自治会対抗部、はい、すいません、先ほどのです、レース結果の方訂正がありましたので、お詫び申し上げます。大木チーム、はい、1位が大木、2位が宇佐B チームです。3位が宇佐 A チームとなっております。訂正いたします。大変申し訳ございませんでした。はい、ではですね、ここでリポートが入っております。よろしくお願いします。はい、今ナルーは大木チームのところに来ています。はい、では自己紹介よろしくお願いします。はい、大木大輝ハーリー部長千葉です。はい、大木大輝部長島袋です。今回ハーリー部長一生懸命頑張ってもらいましたので一言ハーリー部長、千葉な敦史君からお願いします。はい、今回ね大木は、平均年齢50余る、まあ、先輩方ですけど、無事3連覇することができました。で来年はねまた、若返り図りながら4連覇目指したいと思います。ありがとうございました。あ、優勝おめでとうございます。あ、では今日のレース楽しかったですか？はい、さっき言った形で、なんで？ありがとうございます。50代を中心にそろそろ還暦もたくさんいますけど、老体に夢中って頑張りました。これがまた美味しいビール帰って飲みます。3連覇です。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、大木チームからお声をいただきました。レポートは金じゃな、なるみでした。以上です。はい、なる、ありがとうございました。いやー、50、平均年齢50オーバー、驚きですよね。若さだけではないんだぞと ね、 ね、証明されましたね今年も。3連覇ということで、3連覇ですから、先ほどおっしゃってました、はい、若返りということで来年は若返ってる姿を、はい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 、また4連覇、はい、みたいですね。またね、他の自治会もね来年に向けてもすでにまた意気込みに出るかもしれないですけれども ね、 ね、はい、なるのねリポートもねありがとうございましたね。もう皆さんもう全レースを終えてこの後は、はい、閉会式の後にね美味しい美味しいビールを
そうですね、下がるだけということでございます。ご褒美で止める人はいないんじゃないですか本当にもうね、閉会式の方を、行います。各チーム、参加の方よろしくお願いします。閉会式の、参加、よろしくお願いします。大会本部よりお知らせします。これより、ハーリー大会の、閉会式を行います。各チーム、参加の方お願いします。なお、30回記念大会となっております。各種、飛び賞も、たくさんありますので、各チーム、ご参加よろしくお願いします。事務連絡をいたします。男性シャワー室にて腕時計の落とし物が上がっております。心当たりのある方は、はい、ハーリー大会本部よりお知らせします。閉会式の方、始めたいと思いますので、各チーム参加の方よろしくお願いします。第30回読谷村ハーリー大会をお届けしておりますけれども、はい、30回大会こちらですね、ぜひラジオにプラスまたネットでの動画配信もしているとね、はいはい、もう番組の中でお伝えしてきておりますけれども、さあ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 、ここでですねまた映像、おすごい一味違う、皆様見てください。今ユーストリーム動画がですねなんと見えますか、すごい上空のヘリコプターからの映像が映し出されております。すごい、こんな絵ね初めて見る。はい、上のカメラに撮られてますよ。さあ皆様、上空のですねヘリのカメラから撮られております。皆様ぜひ手を振ってください。どこにあるかな見えないね。はい、さあ今ですね、録画映像がですね、皆様の海の方から、海の上空の方からですね、残波岬ロイヤルホテル向けに、ハーリー大会の会場全体的にですね映し出されております。はい、こちらのですね録画映像もですね、今回 FM 読谷が、会場の様子を、中継でお届けしております。動画の中にですねしっかり録画もされておりますので会場で今ね気になってキョロキョロしている方、帰ってFM 読谷のホームページぜひ開いてね最後の空中からの映像も見ていただきたいと思います。もうすごいですね、絵に描いたような風景ですね。はい、きらめく海と青い空と、いめちゃくちゃ綺麗ですよ映像。リゾートホテルとめっちゃ綺麗ですね。はい、ここでどうなんですかね、顔映ってますよって言ったらみんな気になるんですかね。はいはいはい、さあこちらのですね空からの映像はなんと、はい、第30回今回の節目の第30回ハーリー大会のサプライズだそうです。サプライズ嬉しいですね、 ですね。はい、こちらですね映像提供は読谷の飛行組合の皆様による、はい、ものでございますけれども、はい、FM 読谷の、ユーストリーム動画の方で現在、上空からの様子が映し出されております。今ラジオ聞いてる方も気になってるかも ね、 そうですね、どういう映像なのか。はい、カメラがですね上空を動きながら、ハーリー大会海の方からですね、陸の方に向かってカメラ向けております。ぜひ会場の方空に向かってね手を振っていただければなと思いますよ。ありがとうございます。さあ最高ですね。この後ですね目の前ではもうそうで、閉会式ですか。はい、はい、準備ね、着々と進んでおりますけれども、はい、さあ、あっという間でございますね。そうですね、4時間早かったですね。はい、はい、まあね、あと少しあるのでぜひ最後まで、映像もラジオもお付き合いいただければなと思います。はい、さあ、ぜひですね今もねこれどのぐらい見れるのかな、上空からの映像がとにかくすごいので、はい、本当に今ネット環境、スマートフォンなどお持ちの方、はい、いないチームは飛び賞は当たりません。いいですか。
来年の参加もできなくなりますよ、いいですか。はい、厳しいですね、閉会式。はいはいはい。さあ、ね、動画もご覧になっていただきましたところで、目の前、もう本部前ではですね、今日の、ね、学生の部、職域一般の部、はい、それから各技対抗ということで、はい、これより第30回読谷村ハーリー大会閉会式を行います。チームの皆様整列するようお願いいたします。第30回読谷村ハーリー大会のですね、これより閉会式行われます。第30回読谷村ハーリー大会を挟んで閉会式を取り行います。してまいります。動画をご覧になっている皆様は、そのまま、動画の方で閉会式の様子までぜひご覧になってください。進めていきたいと思います。皆さんどうぞお着席ください。はい、それでは、順序役成績発表していきます。呼ばれたチームは、前の方に、そして、各チームの皆さん拍手の方もよろしくお願いします。それではまずはじめに、職域一般の部、優勝有限会社竹下土建さん、5名ですね、前の方に来てください。お願いします。頂上職域一般の部優勝有限会社竹下土建第30回読谷村ハーリー大会、その栄誉を称える平成26年7月6日読谷村ハーリー大会実行委員会実行委員長清峰伝授、おめでとうございます。副賞もございます。続きまして、優勝の、酒、お酒ですね、5勝目、プレゼントになります。はい、おめでとうございます。続きまして漁協長からですね、はい、お刺身のセットがございます。そしてですね、今回、第30回大会ということもありまして、特別ですね、福井県の大野市から、プレゼントがございます。はい、今回記念すべき第30回ということで、30にちなんでお米30キロが贈られます。読谷村と交流のあります、福井県大野市から、お米30キロが贈呈されます。おめでとうございます。ただいま紹介した彼がですね、福井県から来た広瀬君です。はい、回り右で、みなり、頑張ってください。よろしくお願いします。はい、それでは拍手お願いします。はい、続きまして第2位、ケアサービス読谷さん、3名前の方お願いします。ケアサービス読谷さん3名前の方にお願いします。
頂上職域一般の部第2位ケアサービス読谷第30回読谷村ハーリー大会その栄誉を称える平成26年7月6日以下同じです。はい、はい、こちらは、オリオンビールさんからの寄贈になります。オリオンビール1ケースになります。漁協からそして、漁協からのお刺身とあと、東鈴さんからの、残飯のほうがあります。はい、それでは拍手お願いします。はい、続きまして第3位、キッチンダイニングトキさん、3人前の方にお願いします。3名前の方にお願いします。はい、頂上職域一般の部第3位キッチンダイニングトキ第30巻読谷村ハーリー大会その栄誉を称える。はい、おめでとうございます。はい、それでは、はい、それでは大きな拍手をお願いします。はい、それでは、これからですね、特別賞の それではこれから、特別賞ですね、進めていきたいと思います。第4位関東賞ですね、伊食屋シムさん、伊食屋シムさんいらっしゃいますか。はい、第4位、前の方に1名お願いします。はい、おめでとうございます。続きまして当日賞7月6日日なんで第6位ギミックスさん、ギミックスさん第6位です。ギミックスさんいますか。ギミックスさんいませんか。それでは、ちょっと飛ばします。続きまして、ラッキーセブン、7位ですね、二来翔京さん、二来翔京さんいらっしゃいますか。はい、さすが砂浜でも走ります二来翔京。はい、第7位二来翔京さんです。はい、せーの。はい、続きまして大賞ですね、第10位有志建設さん、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして15位シエスタ読谷 A チーム、1名前の方にお願いします。はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。続きまして、20位お菓子御殿さん、入ってはないか。はい、お疲れ。はい、おめでとうございます。続きまして、第30回大会記念賞、30位ですね、シエスタ読谷 B チーム、はい、おめでとうございます。はい、はい、おめでとうございます。続きまして40位フルゲン南小学校チーム、はい、はい、おめでとうございます。はい、続きまして第50位ガジュマールさん、ガジュマールさん、やったかわいいからサービスをはい、おめでとうございます。その勇気をなかった。はい、続きまして
ブービー賞、青森ザンパさん、青森ザンパさん、ブービー賞になります。東堂さん、いらっしゃいますか。あれ、いない。あ、今、いました。はい。はい、おめでとうございます。続きまして、特別賞ですね、3チーム続きます。健康運動部会賞、次郎商会さん、どうぞ一人前の方にお願いします。はい、続きまして、特別賞、女性チームの、上位になります。サンゴチームさん、大事で頑張ってください。いや、トキさんは準優勝なんで、あ、3位か、すいません。サンゴチームさんいませんか。はい、お願いします。はい、おめでとうございます。最後ですね、あ、すいません、拍手をお願いします。はい、続きまして、特別賞ですね、いっぱいガールズさん、いっぱいガールズさん、いらっしゃいますか。はい、はい、いいですね。はい、それでは各、それでは、もう1チームですね、特別賞、マルサンさん、いらっしゃいますか。マルサンチーム、はい、はい、6位のギミックさんいませんか。これはダメです。でもこれで受け取るのは失礼じゃないか。はい、おめでとうございます。はい、それでは、続きまして各自治会対抗の部ですね、優勝、大木チーム、5名ですね、前の方にお願いします。少女優勝、各自治会対抗の部第30回大木チーム読谷村ハーリー大会、その栄誉を称える。はい、おめでとうございます。はい、こちらも、ご紹介のお酒になります。組合長賞、ですね、お刺身と、もずく丼のセットになります。そして、また、大野市から、優勝チームに30キロのお米があります。はい、はい、おめでとう、大きな拍手をお願いいたします。はい、続きまして、第2位宇佐大京 B チーム、3名前の方にお願いします。少女各技対抗、各自治会対抗の部、2位宇佐大京 B チーム、第30回読谷村ハーリー大会、その栄誉を称える。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、大きな拍手をお願いいたします。はい、続きまして第3位、宇佐大京 A チームお願いします。3名前の方にお願いします。少女各自治会対抗の部、
3位宇佐大京 A チーム第30回読谷村ハーリー大会、その栄誉を称える。おめでとうございます。はい、大きな拍手をお願いいたします。はい、続きまして、関東賞第4位ですね、波平大京チーム、波平大京チーム、はい、前の方にお願いします。はい、はい、おめでとうございます。はい、続きまして、第5位、親志自治会、親志自治会第5位です。どうぞ前の方にお願いします。はい、はい、おめでとうございます。はい、続きまして当日賞、7月6日、第6位ソベ自治会、ソベ自治会さんお願いします。はい、おめでとうございます。はい、続きまして、第、7位ですね、ラッキーセブン第7位。時刻は午後2時となりました。このお時間はサンデーインパルスのお時間なのですが、本日は予定を変更いたしまして、引き続き第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸の様子をお届けいたします。ただいま閉会式が執り行われております。叫び対決お願いします。はい、はい、おめでとうございます。何を当たらんとんばい、当たらなかった。はい、これで、表彰終わるんですが、この、大会を開催するにあたりましてですね、基礎寄付の方をいただいております。東須藤さんの方からですね、各チーム、参加賞として、残波一緒の方をいただいています。オリオンビールさんからも、ビール、3ケースと、お茶1ケース、ユミタン漁協さんから、もずく丼、沖縄コカ・コーラボトリングさんから学生飲むのですね、アクリリアス、の方をいただいております。大きな拍手をお願いいたします。続きまして大会謝辞をハーリー大会実行委員長石峰伝日より申し上げます。はい、皆さん大変お疲れさんでございました。9時から約5時間ですね、本当に、多くの関係者の皆さんのご協力によりまして、無事、ハーリー大会レースが終わりました。今回はいつになく沈没する船がですね約2隻ということで、それ以外は本当に皆さんのご尽力でですねこのようにスムーズに大会が行われたと思っています。この大会に対してたくさんのご協力をいただきました関係機関の皆様に厚く御礼を申し上げて謝辞といたします。本日誠にありがとうございました。閉会宣言。続きまして閉会宣言を宇佐区自治会長山内隆夫が行います。はい、お疲れ様でした。初日で優勝された、チームですね、そして、あざといこで優勝したチームお疲れ様でした。また来年頑張ってください。全チームですね、8チーム余りの皆さんが集まっていただきまして、総勢900名、まあ、関係によればですね、2000名以上の方々がうちのウザビーチに集まっていただきまして本当にありがとうございます。また来年もいい大会にしていきたいと思いますので、
ぜひ皆さんのご協力をお願いします。本日はお疲れ様でした。終わります。これをもちまして第30回読谷村ハーリー大会を終了いたします。おかえり、すいません、参加賞こちらの方で、準備しております。参加賞ですね、各チーム、あります。海の彼方してまいりました。 FM 読谷特別番組第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸、皆さんいかがでしたでしょうか。今年は記念大会ということで熱い熱い戦いが行われましたね。もう本当にで、朝から、メインパーソナリティ私前川あやみとそれからゆうやさんと入って、でまた途中でね日賀美幸さん日賀雅也さんと入って皆様に情報を、会場の模様をお届けしてまいりましたけれども、はいはい、ゆうさんいかがでしたか。いや決勝しびれましたね。本当ですよね。去年の1位2位を抜いて初出場のチームが1位、はいね、職域一般の部はそうでしたね、はい、また、ね、各アザ対抗自治会の部の方ではね、はい、3連覇ね、ですか、はい、素晴らしいですね、はい、あのね来年すごい楽しみですね。そうですよね、うん、またもう一つ大きくなってるんじゃないかなっていうのがね、うん、強く思いますね。本当ですよね、はい、まあ、もう今年はね2014年年が明けてここ読谷村が日本一人口の多い村となったということで、はい、でまたそれに加えて今回第30回の節目を迎えたここ読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸、もう朝はね、9時からのスタートでございました、ね、開会式、はい、それからウガンバリね、はい、はい、でその後に、学生の部、職域一般の部、それから、はい、最後に各自治会対抗の部というふうにですね予選を経て決勝、はい、で、先ほど閉会式でね、無事幕を閉じましたけれども、はい、もう本格的な夏という感じでね、もう今日はもうお天気にも恵まれましたね。そうですね、本当ありがたいですねまたね火曜日ね台風が来るということでちょっとねなかなかすっきりしない感じなんで、まあ、台風の、ね、対策もお願いしますっていうのありましたけれども今日は今日でねもう澄み渡った青空と、はい、ね、目の前に、透き通る東シナ海と、またね皆さんね綺麗に黒くなってるんですよね。そうですよみんなもう今日帰ったら肌痛いはずね、お風呂入るときね絶対痛いでしょうね。あーヒリヒリするはず。いや僕大半ねこの室内にいますけど、はいはい、いや焼けてますよね本当にもう普段日焼けしないっていう方も今日ねこんがり焼けたんじゃないでしょうか。そうですね。そしてね、まあ、今日がイベントをこういう風に迎えたということで、はい、久しぶりにね会った方だとかも日々練習をしてきた成果を発揮できた方々だとか、まあ、いろいろいたと思いますけれども、はい、皆様この後はねバーベキューですかね。多分じゃないですかね、うん、もう片付けてるところは結構ありますけど
残って反省会するぞみたいな勢いのところも多いですからね。アルコールをまた出し始めるところも、ね、これからあるでしょうね。はい、はい、この後少しずつ日もね、まあ、ゆっくりゆっくりでありますけれども暮れてまた綺麗なサンセットも見れると思います。ぜひね観光にいらしてる方もラジオの向こうの皆様もですね、はい、あのまあハリー大会の要因も、ね、まだ残っておりますので宇佐海岸の方にもですね直接足を運んでいただければなと思います、はい、今日はねまたね、先ほど閉会式で石峰伝日村長からもありましたけれども、はい、転覆が少なかったと。そうですね、少なかったですね、はい、なんで残念そうなんですかいやね実際のところ何喋っていいか分かんないし初めてのちょっとあれだったんで。あ、そうですよね、ゆうやさんは急にこのね、アシスタントパーソナリティというのが決まってこの中継車に入りましたけれども、なんですかね、だから転覆した時だけすごい元気よくすごいいい声で言ってやろうと思ったんですけどはいはいはい、まさかの後半に来るとは思わなかったですかね。え、各自治会対抗の部予選が少し荒れ模様でございましたけれどももう元気くん、はい、本当に転覆とか言いたかったですから ねでもね、客席の方がすごいねやんややんや盛り上がっている姿もまたねなんか横で見てて微笑ましい一面でもございました。はい、はい、さあそしてですね、結果の方、ね、まとめて、はい、再度お伝えしていただきましょうか。はい、かしこまりました。じゃあ職域一般の部、はい、第1位が竹下土建、はい、タイムが1分40秒47、はい、第2位がケアサービス読谷タイムが1分41秒96、3位がキッチンダイニングトキ1分45秒04というなかなか、はい、でもハイレベルな戦いでございました ね昨年の優勝準優勝を抑えての竹下土建さん1位でございます。すごい嬉しいでしょうね。今日はもうね朝まで盛り上がるかもしれないですね。でも皆さん明日多分普通に仕事ですからね現実はもう思い出させないよさあそして、各あざ対抗の部、はい、各自治会対抗の部の、はい、結果をお願いいたします。第1位が大木チーム、うん、タイムが1分45秒34、こちら3連覇。はい、3連覇素晴らしいですね。で2位がですね宇佐大郷 B チーム1分45秒38と 0.4 秒差。そうなんですよ、もうね競って競ってって感じでしたからね。でしたね、はい、もう本当にチャレンジとか欲しいですよね本当ですよね。で3位がですね、はい、宇佐大郷 A チーム、はい、タイムが1分49秒24これね、うん、宇佐大郷ね A と B 決勝残ったじゃないですか、はいはい、やっぱね、うん、宇佐海岸でやってるっていう ねプライドがあるんじゃないですかね。地元なだけはありましたね、いや白熱しましたね本当に最高の戦いをね、見せていただきましたね、はい、ラジオ聞いてる方もね伝わりましたでしょうかこの熱気がね、また映像を見てる方はね一緒にね、画面の前で盛り上がったかもしれないですね。その他もいろんなね、スポンサー様にもお世話になって、はい、リポートの方でも、各スポンサーさんや、地域の方々からお声をいただきましたね、はいはい、まあ、皆様それぞれ、出場できてよかっただとか、はい、ね、悔しかっただとか、今日は楽しいまた打ち上げが待ってるだとか、ね、また来年に向けての意気込みも含めて聞かせていただきましたけれどもね、はい、いやこれね今この特別番組でユーストリームでご覧の県外の皆さん、はいはい、来年ねぜひこのハーリーに合わせて来られても楽しいんではないかなと、本当にそう思いますね。ぜひぜひ沖縄の読谷村の夏をね、また来年もお楽しみにということでございます、はい、さあね、商品の方も、だいぶ豪華でございましたね。すごい豪華ですよね、まあ、もういっぱいありましたけれども優勝なんかは、酒釜5升酒壺、5升ですね、それからもずく丼お刺身セット、お刺身セット2つ、はいはい、であの読谷村と交流のある福島あ福井県大野市の大野米、大野米お米30キロ、今年30回記念ということで30キロ、最高ですね、素晴らしいです ねお母さん大喜びです、ね、炭やかまぼこと、炭やかまぼこ
はい、その他にもね、まあ、たくさん、そうですね、豪華な、景品もありました。読谷、読谷村すごいですね。すごいですね。はい、さあ、そしてですね、今日はまた海の安全も守っていただきました。はい、では今日ですね、ハーリー大会における、救助活動をですね、手伝っていただきました、はい、読谷漁協、救助船1隻、ザンパビーチ水上バイク1隻、ニライビーチ水上バイク1隻、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ、もういろんな、ね、思いがありましたが、ぜひ皆様今日もね、一日振り返りつつね、楽しいイベントでございました。また来年に向けてね、はい、あの思いをね馳せたいと思います。はい、参加された皆さん、関係者の皆さん、お疲れ様でした。今年優勝できなかったチーム、途中沈没し危険になったチーム、思い思いがあると思いますが、ぜひ来年も参加していただきたいです。皆さん、お疲れ様でした。さあ、今大会の映像は FM 読谷ホームページにてご覧になれますので、ぜひご覧ください。それでは最後までお付き合いください。ありがとうございました。 FM 読谷特別番組、第30回読谷荘ハーリー大会 in 宇佐海岸。この番組は株式会社大成ホーム、有限会社東酒造、株式会社池原建設、沖縄残波岬ロイヤルホテル、アメリカやインターナショナル、沖縄ハム総合食品株式会社、読谷村商工会、読谷村建設業者会、読谷村銀行協会、比謝川ガス株式会社、有限会社嘉手納花輪、読谷村漁業協同組合、沖縄コカ・コーラボトリング株式会社、読谷村ハーリー大会実行委員会、映像提供読谷飛行組合、以上各社の提供でお送りいたしました。この後はヘリ映像がご覧になれます。ラジオはもう CM 中でございますが、第30回読谷村ハーリー大会 in 宇佐海岸、パーソナリティを務めましたのは前川あやみとゆうやです。ゆうやでした。はい、皆様ありがとうございました。ではまた来年宇佐海岸でお会いしましょう。また来年、さよなら。
あ